要は判定に文句を言うなっていう話をしていきます。このスポーツ野球においてこの審判の判定というのは絶対なので、まあ、そこに文句を言うのではなくてその判定に従ってプレーするというのは当然のことで、これはルールブックにも書かれてて、この審判の判定というのは絶対なのでそれに従ってプレーをすると。でスポーツというのはこのまあ人間というのは不完全な人間しかいないわけで、この不完全な人間同士がゲームをする、そしてそれを不完全な人間である審判がジャッジをする、でそれを楽しむというのがスポーツなので、それを楽しむ覚悟を持ってやる、これを大人は子供に教えていかなきゃいけないし、スポーツをやる上においてこの審判の判定に従ってやるっていうのは当然のことなので、これをぜひ守ってほしいなと思います。だから審判の判定に従ってゲームを楽しむ、これをやっていってほしいなと思います。今日の話は以上になります。